亀缶亀缶墓埋葬の模型亀缶墓とは、亀や壺を棺として埋葬する墓を言う。歴史的母性として、世界各地に見られるが、乳幼児の墓として用いられる例が多い。一個の亀に土器などの蓋をするもの、二個の亀を開口部で合わせたものなどがある。機密性を確保するため、蓋や合口部を粘土などで固定することも多い。亀缶内部では、 遺体をかがめる屈荘の形態が取られる。靴お及び亀冠の採用には死者の魂を遺体に留めておこうとする思想背景があったと考える研究者もいる。日本では縄文時代以降亀冠墓が見られる。縄文後期、晩期の遺跡からは日本各地で亀冠墓の風習があったことが分かっている。その後、弥生時代前期から 中期の北部九州において最盛期を迎える。北部九州の中でも福岡平野周辺一帯は、弥生早期から前期前半までは、成人が主に木管に埋葬されていたが、前期後半になると壺管に変わった。それまでは小児が亀管に埋葬されていた。中期後半には長崎県や熊本平野まで広がった。墓地は、 一般集落構成員の墓と有力者層の墓とは別に作られるようになった。製造製品などの副装品にも差が出てきた。この地域社会にいくつかの階層が出来上がっていったことがわかる。それらの階層文化は、前期末から中期初頭の福岡県、吉武高木遺跡、中期後半の福岡県三雲南高寺遺跡1.25亀間。 すぐ岡本遺跡、後期になって、茨や里水遺跡、平原遺跡などで見られる。弥生時代の亀缶墓の特徴は、成人専用の亀缶が作られた点、青銅製武器類や銅鏡などの副葬品が見られる点にある。吉野狩遺跡の亀缶ボレツ東アジアでは、まず紀元前2000年よりも前に中国に現れ、かなり後に朝鮮半島にも伝わったと見られる。 ほとんどが乳幼児のものであったが、成人のものも、まず中国に現れ、かなり後に朝鮮半島の西南部にも伝わったとみられる。また、東南アジアでも、紀元前数世紀の頃から、ジャワ島やベトナム中部を中心にカメカン墓が行われていた。これについては、海洋民の習俗だったとする見方がある。さらに南インドにおいても、 紀元前数世紀頃の亀ン墓の跡が発見されている。ありがとうございます。